今回は半永久的に回り続けるモーターを作成します。このモーターの特徴は磁石、磁力を必要としない高電圧でのみ作動するモーターになります。作動時に高電圧が必要になるのは一見デメリットに感じるかもしれませんが、自然界には静電気、雷など高い電圧が一般的であり、それらと変圧器なしでコネクションすることが可能で、効率よく自然エネルギーを受け取ることが可能になります。静電荷同士の吸引と反発を原理として動力を発生します。詳しい作動原理は静電モーター、フランクリンモーターで検索してください。完成しました。高電圧モジュールをつないで動作確認します。徐々に電圧を上げていきます。消費電力は約 10W でこのくらいの回転数になります。ここからが本題です。このモーターを野外に持っていき、自然界からエネルギーを受け回転させたいと思います。地面と大気間には電位差が存在しており、1メートル上昇するごとに100ボルトの電圧が発生します。普段は地面に設置していることと、この電気エネルギーが非常に微弱なことから、この電位差を感じることはありません。今回の実験では、電極を100メートル上空に設置することにより、1万ボルトの電圧を永続的に得ることが可能です。地面に銅の50センチアース棒を2本設置します。プラス側はメッシュタイプの銅板を使い、100メートルのケーブルにつなぎます。このメッシュ銅板をドローンで100メートル上空に持ち上げます。今回は実験のためドローンを使用しましたが、鉄塔などにプラス極を設置すればエネルギーを消費することなく電圧を得ることが可能です。この日は気温27度。
太陽は出ていましたが時折にわか雨が発生していました。非常に弱い回転ですが大気からエネルギーを得ることができているようです。季節、天候、時間により得られるエネルギーにどのような違いがあるかはまだ不明です。ご視聴ありがとうございました。今回のモーターはフリーエネルギーとは少し違い再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーとは石油や石炭、天然ガスといった有限な資源である化石エネルギーとは違い、太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部など自然界に常に存在するエネルギーのことです。その大きな特徴は、枯渇しない、どこにでも存在する、CO2 を排出しない、の3点。それではまた次回。チャンネル登録もよろしくお願いします。